開催愚数用中うがなべら三神エヴァンジェリスト前ちんこと前田明やいビギーンイエイ。さあ今日はですね、三神の高音域の、音色を皆さんに、お聞かせしたいと思います。これはまあご注文これから、お届けする前のテストなんですけども、このようにですねコーディネートされた、そして今日はですねこの音色、880Hz の音色を皆さんに、聞いていただきたいなと思います。その前にですねだいたい沖縄でいう700の音色、同じ調整はですね CFC のキーにしてるんですけども、これはまあ普通に売られてる、三振なんですけどもね、この音をまず聞いてみてください。こんな感じの音ですね。さあ次、これ貼ったばかりの 880Hz 13分張りですね。はい、この音色、この本側とですね今実は人工側の比べをまずお聞きしてもらってですね、そしてまた 700Hz、まあ、10分張りぐらいの音色の、人工比と、13分張りの音色が、を比べてみたんですけども、今、出来たての音、これが13分張り、そしてまたこれは今鹿の爪のバチとユシギの圧縮された木で作った、オリジナルのバチの使った音色なんですけども、今度は普通に水牛市販されている水牛の音ですね。これが水牛のバチの音色ですね。そして鹿の角の音色、はい、これが鹿の角の音色です。この違いビデオでわかるかどうか、テストしております。実際に聞くとすごくこの違いがよくわかります。ということで今日はですねこの、バチによって音色が違う、そしてまたこの太鼓チーガの針によって音色が違う、そして人工比によっても音色が違う、いろいろな音色の楽しみ方があります。皆さんは、練習用としてこう人工比をですね、使っていらっしゃる方も多いかと思います。ぜひともまたこういうですね、なんていうかこういった、革をですね張り替えることもできますので、ぜひとも本革のですね高音域の音色を、1本自分のですね、お手元に置いてですねその音色を楽しんでみてくださいね。はい、ということで、アンシェ、またやーさい。